はいどうも、ビバです。当チャンネルではアクアリウムの動画やアクア用品のレビュー動画なんかをアップしています。もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。今回なんですけど、こちらのスネールキラースネール、我が家ではこの1匹だけを飼育していて、現在はちっちゃいカラス水槽で隔離飼育をしています。今回はこちらのキラースネールの食事風景をお届けします。なかなか普段見れないシーンだと思うんですけど、この前偶然見まして、それがやたらとグロかったので、今回はちょっと閲覧注意の動画になってしまうかもしれないんですが、興味のある方はぜひご覧ください。スネールキラースネール、実際にスネールを食べてくれるのか、そこら辺も確信が持てると思います。じゃあ早速行ってみましょう。今回餌として与えるのはこちらの1センチないくらいの小さいラムズ。これを餌として与えたいと思います。決して残虐な動画ではなくって、スネールキラースネールも餌を食べないと生きていけないので、ただの給餌動画。ちょっとグロいかもしれない給餌動画です。じゃあこれを与えていきましょう。あら、浮いちゃった。じゃあちょっとスネールキラースネールについてご紹介。水槽の中のスネール、ヒラマキガイとか、サカマキガイとかを、モノアラガイも食べるのかな、まあ、小さめのスネールを食べてくれる、スネール駆除の秘密兵器ですね。スネールキラースネール自体は2センチくらいの大きさなんですけど、自分より大きな貝は食べないみたいです。実際に同じぐらいのサイズのラムズを入れてみたんですけど、その時は食べなかったですね。なので今回みたいな7、8ミリくらいの、スネールは結構食べてくれると思います。で、今、象の鼻みたいに口を伸ばしてるんですけど、あれ実は口じゃないんですよね。何なんだろう、なんか水をビューッと吐き出すような、貝が水をビューッと出すような、あの器官でしょうかね。ちょっとよくわかんないんですけど、ただ、これは口ではなかったです。よく見てみると、管の下の方から2本角が出ていて、それの根元あたりに目がついています。この目は見えてるのかな？ああ、気持ち悪いですね。結構積極的に動いてますね。現在位置関係はこんな感じです。かなり近い。かなり近いぞ。第二関節分ぐらい。このまま行くと遭遇してしまうな。ああ、ちょっとこんな真正面から行く？やばい、やばい、やばい、ぶつかる、ぶつかる。どうなってんだ、どうなってんだ、これ。あ、回り込む？待って、すれ違い？あれ、食べないの？うっそ、スルーじゃん。なんか閉まった、行き過ぎたみたいな。命拾いしたのはラムズですね。でもこのままじゃちょっと拉致が開かないので、人の手によって強制的に近くへ送られる。あら、でも気づかないのかな？どこを探してるんでしょうね。さあ、だいぶ近い。これは決まっちゃうのかな。あ、近い近い近い。お、そこで逃げる。そして追うのか、追わないのか。あ、逃げ切った。なかなか捕まらないですね。ずいぶん水面から出ますね。これ、脱走とかあるのかな？今このモニョモニョしてるのが口ですね。Thank you.
あ、言ったかな？これで食べなかったら嘘でしょう。行かない。どうしたんだ。あ、これで行くか。あ、行ったか行ったか行ったか。これで抑え込んで、抑え込んだね。あれ？違うぞ。違うな。乗っかっただけか。今日はあれかな？食べないのかな？実はちょっとうたた寝してる間に食べられちゃいました。なので、新しく餌を追加しました。遭遇率は高まったんじゃないかなと思います。
はい、というわけで今回はスネールキラースネールのお食事シーンをお届けしました。ちょっとグロい映像でもあったんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。最初のうちは全然食べてくれなくて、結局2日間ぐらい水槽にへばりつくことになったんですけど、なんとか撮影できてよかったと思っています。それにしてもこんなに綺麗に食べちゃうんですね。スネールキラースネール、恐ろしいですね。というわけで今回の動画は以上になります。もしよかったらチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。